リアライズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、高橋のあずみでーす。さあ、ということで皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ね、暖かくなったりしてきましたけども、どんどん夏が近づいてくると気になるのは、あれですね。そうです。音玉、イエーイということで、ね、ありがたいことに、ね、毎年毎年、呼んでいただいてるんですけども、なんと、今年も参加が決定いたしました。イエーイありがとうございます。これはですね、ひとえに皆さんの応援のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。さあ、ということで、しかもですね、今回音玉ね、今まで2008年から9年間ね、こう毎年ね、9年目、音玉参加させていただいてるんですけども、9年目にしてなんと初めてのことです、ワンマンライブが決まりました。素晴らしいです。ありがとうございます。いやでも正直ですよ、だいたいいつも持ち時間30分と言われてるね、あそこでやって、あの盛り上がり、あれをワンマンにして、まあワンマンやられてる方もね、たくさんいらっしゃいますから、どうなのかなって思ってるんですけども、でもあの勢いでね、やったら倒れる人続出するんではないかっていうような危惧もあるんですけども、そんなのも踏まえましてですね、一体ワンマンだったらどんなことができるかな、もうちょっとみんな見たいって、せっかく海に来てるしテンションも上がってるし、こんなことやりたい、こんなのも聞きたいって言ってるね、音玉ですから、せっかく与えていただいたこのワンマンという機会ね、今ちょうどまだこう打ち合わせをして、どんなライブね、内容にしようかなっていうところも、考えて打ち合わせをしている最中でございますので、まだまだセットリストこれからいろいろ変わっていくっていうか、これから決めるので、今のうちにね、リクエストとかもいただいておくと、もしかしたらそれがこううまい具合に入ってくるかもしれないですしね、そんなのも含めてですね、皆さんガンガン楽しみにしててほしいなと思います。さて、気になる日時でございますけども、8月11日、ね、木曜日ということで、この日はですね、山の日なんですって、祝日、ね、まあ昔風に言う旗日って最近あんまり言わないね、祝日だそうです。なので、まあ平日の木曜日ではありますけども、一応祝日ということなので、盛り上がっていけたらいいなというふうに思っております。ワンマンなので、まあもうずっと高橋なわけですよね。いつもはこう、いろんなね、方々のアーティストさんの曲を聴けるのもね、音玉のステージの楽しいところなんですけども、あそこでずっと高橋っていうね、その辺のどういう音玉になるのか、もうやってみないと僕も分かりませんね、一体どんなね、音玉になるのか、もう本当にでも今から楽しみで仕方がありませんので、8月11日の木曜日はですね、今から皆さんこうスケジュールを開けていただいてね、音玉ね、来ていただけるように、一緒にビーチで音を作っていただけるように、その日は開けて、スケジュールを開けて調整していただけたらなというふうに思っております。いろいろ企画ね、考えてみようと思っておりますので、楽しみにしててほしいなと思います。随時決まったらまたね、アップしたり、いろいろお知らせ動画とかね、ブログとか、やっていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ楽しみにしてていただきたいと思います。ということで、皆さん、夏は音玉に集合。高橋尚澄でした。待ってます。